今回、料金の量にしましょうか。料金の量。まあ、料金を払った方が、まあ、学ぶ姿勢にはなりますよね。うん。まあ、あの、別にいいんですよ。無料で成功できる人は無料で成功すれば。うん。で、無料で成功できないんだったら金払うしかないですよね。で、できる人はできるんですよ、今。 ぶっちゃけもうできる人はできます。で,できない人はあ有料を買うしかないじゃないですか。<laughs> サポートを受けたりとか、一人でできないわけですから。今、一人でできる人は正直本当に一人でできるんですよ。だってこれだけのデバイスもあるし、環境もあるし、情報もあるんで、一人でできる人はできますよ。でもね、これ僕、ずっとお客さんのさ対応してて思うのが、やっぱね、一人で難しいんですよ。やっぱり。 まあ僕は時代をネットの時代を17年見てきましたけどいや本当に昔に比べると情報めちゃ出てるんですよでも関係ないなと久保さんが言う通り情報があろうがなかろうがあんま関係ないなっていうのは感じますねだって昔と比べたら明らかに情報が無料で質のいい情報がめちゃくちゃ出てるのに17年前のカスタマーサポートの対応と変わんないですもん環境も変わってる 情報も変わっている無料の情報の質もいいだけど十何年前とお客さんの質問が変わってないですよねこれどういうことだっていういだからどれだけ無料でなんだあの情報が出てもやっぱ変わんないのかなとで変われる人はやっぱ一部できる人はやっぱ一部なんでだから一人でできない人はやっぱんジム行くしかないじゃないですか うライズアップ入るしかかなないいんじゃないですか、うん、だってさ多分昔からですよ多分何十年前何百年前からダイエットっていうのも方法は出てますよね無料で方法出てるじゃないですかダイエットする方法食事管理するっていう多分ね食事管理だけで僕ダイエットできると思うんですけどいかがですかでその食事管理って別になんか何百年前からまあ別に管理すればうーんあると思うんですけどねだけど まあ、なんだ、有料でね、エクササイズの、あの、なんだ、ビリーブートキャンプとかね、ビリーさん、めちゃめちゃ億万長者になりましたからね、ビリーブートキャンプのビリーさん <laughs>。そう。あれもめちゃくちゃ売れましたよね、エクササイズ。うん。そう。だからまあ、料金をちゃんと払った方が、まあ、やりやすいんじゃないかなと思いますね。うん。 まあ多分ね、久保さんも無料だったら成功できなかったと思いますよ。うん。あれは、なんだあの、カード2枚ですかね。カード2枚切って、なんとか入ったっていう。で、それでやるぞ、みたいなね。うん。そう。だから今回僕もドリアカのアドバンスコースを売りましたけど、まあ、入学願書提出していただいた方は、やっぱ、 うん,なんかまあ僕のファンの方いたんですよでも12年のお付き合いでまああのー、ずっとまあ存在はドリアカの存在は知ってたんだけどもまあちょこちょこフロント商品買ってまあ頑張りますみたいな感じでやってたんですけどやっぱ一人じゃ限界を感じてうんまあ今回申し込みましたけどねうんまあ僕もそうですけどね僕もやっぱ うーん僕はまあ仕事としてまあそういうやる環境、まあ、1人でやったっていうわけじゃなくて、まあ会社の職場として、職場で、周りもちょっといましたけど、うんまあ、それでやってきたんで、じゃあ1人でできたかっていうと、今は1人でできますよ。てか、今は1人でやってるんですけど、初動のスタートアップはね、なかなか難しいですよ。うーん まあできる人はできるんで、まあできる人はできるんだから別にいいんですけど、うん、できないんだったらまあ本当に払った方がいいと思いますけどね。うん、だからなんだろうな、払いたくないんだったら無料で召し上がればいいじゃないですかって話で、うん、なんかあの、ずるい、ずるいという、ずるくはないか、なんか、 リスクは取りたくないけど、金儲けたい。で、金儲けたいんだけど、無料でやんない。なんかまあ、ずるいというか、なんですかね。お金は払いたくない。でも、成功したい。お金を稼ぎたい。で、無料で出てます。で、それを徹底的にやらない。お金払いたくないのに、無料で出てる情報を徹底的にしあのリサーチして勉強、無料で出てる情報を勉強して、やるってことはやんないですよね。うん、これは何なんだろうっていうね。うん だ本気じゃないんじゃないかな。どうなんですかね。まあその人にしか分かんないですけど、僕はまあ本気だったから本気でやってきただけで。うん。てかまあ僕の場合はこれしかないなっていう。まあ就職もそんなできなかったですから、これしかねえなみたいな。選択がなかったっていう。うん。だからみんな選択があるんじゃないですか。 うん、別にそのねネットで稼がなくても給料もらえるっていうなんかそのあれがあるから久保さんはねなんか違うもので稼がないと麻雀店赤字ですからね、まあ、麻雀店を建て直すっていう方法はあるんだけども、まあ、ちょっと限界を感じたんでしょうね <laughs> 麻雀店を建て直すっていう方向は建て直すって方向だったら多分ネットで稼いだお金を全部入れてまたネットで稼いで全部入れてネットで稼いで全部入れて 多分麻雀店潰してないと思いますよ。多分限界を感じたと思いますね。麻雀店に、うん。まあ、結構、潰すとき、いろんなね、あの、な、社員とかもいただろうし、結構、まあ、久保さんも久保さんで、結構、思うことがあったと思うんですけど。うんはい。いってらっしゃい。